鍵さんハートありがとう、 TY さんハートありがとう、リン君コンペイトありがとう、和さん初見さんありがとう、こんばんは、じゅんさんコンペイトありがとう、慎吾君ハートありがとう、こんばんは、せやさんハートありがとう、かぎさんハートありがとう、りょうさんお疲れありがとう、こにゃまるさん結婚してありがとう、じゅんさんハートありがとう、ゆむむきちさんハートありがとう、こんばんは、お弁当のメール面白かったえ、そうよ、そうそうなんです、くるくるに、そうなんかね、焼き鳥弁当をくるくるが持ってて、お昼ご飯に食べた、そう半分ぐらい残っててお腹すいたって言ってたら食べていいよっつって、そうもらったんですけど面白い、くるくるのお弁当なのに、このお弁当この肉食べてもいい？ってくるくる聞くんですよとか、ちょっとこれもらっていい？とか、ちょっと食べていい？って、いやくるくるの弁当よってなんで？って、うん、こっちのセリフだわって言いながら、そう、あ、パ、明日だね、ひな祭り、明日ちょっとさ、なんかひな祭りっぽいことしたいですよね。え、みつさんの卒業公演見れなかったの、レッスンで見れなかったんですよね、だからアーカイブ映像で見たいなと思います、スタジオもアーカイブで見たい、行きたかった、レッスンなかった卒業公演、あれですよね、沖さんと短日植物されてた、めっちゃ見たい、沖さんとの短日植物、短日植物やってみたいな、あ、卒業ドレスは見ました、さっきあの X で先輩方が受け取る写真で見た、ここに紫のあのあれが入ったピンクのお花のドレス、めっちゃ可愛かったドレス姿、みちさんも元からおきれいで可愛いけど、やっぱりなんか卒業発表、卒業する時のアイドルはさ、卒業する時がアイドルは一番綺麗とかって言うじゃないですか、本当にその通りなんだなって最近思います、あの卒業されていく先輩方とか見てて、ゆめりんさんとかみちさんもだし、なんかもう最後の姿が本当にかっこよくって綺麗で可愛いんだなと思って、なんかもうみちさん今日 X で流れてくるみちさんの写真も全部もう綺麗で、より綺麗なんですよ、なんかはぁーと思って本当にどういう本当なんだなってなんか思った、卒業していくアイドルは綺麗で、本当になんか綺麗だーってなってた一人で、やちりんさんコンペイトありがとう、しょうごくん結婚してありがとう、りゅうくんコンペイトありがとう、やちりんさんハートありがとう、りょうさんハートありがとう、ひなたさんハートありがとう、ありがとう、りょうくんハートありがとう、いむむきちさんコンペイトありがとう、ケイセティンさん、はるか歯車ありがとう、そうだよ、ナポリンさんハートありがとう、あるある KYK さん結婚してありがとう、りょうさんコンペイトありがとう、あ、もりもりさんありがとう、ひな祭りのやつ、ジゴカエルさんかわいい、ありがとう、深緑さんかわいい、ありがとう、ダンスさんコンペイト、クマヌッパさんコンペイトありがとう、マサムネさんハートありがとう、宮本浩一さんハートありがとう、え、短日植物は作ってみたいな、本当やりたい、短日植物めっちゃやりたいです、やりたいな、くるくると、宮本浩一さんコンペイトありがとう、トワイライトさんコンペイトありがとう、ヒロヒロさんハートありがとう、クーさんコンペイトありがとうね、え、最後の輝きみたいなイメージでうんってなるけど実際綺麗よねって、ね、ほんとにね、最高に綺麗だよね、卒業公演とか卒業コンサートの時ってね、ほんとに、ギズモさんボンボリありがとう、シミコウさんコンペイトありがとう、プレダガリさんコンペイトありがとう、
みきお先生さんハートありがとう、今むきさんハートありがとう、トワイライトさんハートありがとう。なんでなんだろうねあれって。しみこさんハートありがとう、こんばんは。なんでなんだろうな、その時にやりきるからかな。あとね、みんなに見せたいやつ、じゃーん、ストリートマガジンじゃない、アスリートマガジンの3月号表紙はカープの選手です。アスリートマガジンの3月号のね、この ST48 の全力応援、ちょっと記事的にちょっとこうやってやるんですけど、じゃん、こんな感じで、じゃん、全力アスリート応援っていう、こんな感じで1枚目かな、1枚目の一番初めのところにあずみんの全力 ST48 全力アスリート応援の記事が載ってるんですよ。でここにね、ちょっと自分の言葉っていうか、ちょっとスポーツに関係する言葉みたいなのを、これ書いたのでぜひゲットしてください。でもう一つね、大事なのがね、ちょっとこれはこの文章をゲットした方にのみ見てもらいたいのでちょっと隠すんですけど、ここの見て下のところ、これがサインボールのやつ、あずみんのサインボールがね当たるんですよ。これこんな感じ、あずみんのサインボールサインしました。これがね抽選で当たるんですけど、応募方法はなんかね、ここの応募券、この応募券をと一緒に貼って、なんか宛先がここに書いてあるので、宛先にこうやって送らなきゃいけないので、そう、ぜひこのアスリートマガジンを買って読んで、あずみんのここの応援記事を読んで、この直筆サインボールをねゲットしてほしいです。ぜひぜひ。野球のボールサインしたの初めて、初めてサインした、ボールにそうだね、サインボールみたいなのは書いたことあるけど、野球ボールはね、本当の野球のボールにサイン初めてです。ネシさんかわいい、ありがとう。ヤスさんコンペイトありがとう、こんばんは。レアだよサインボール。え、書きにくかったけど、でも綺麗に書けたよ。サイン岡田阪神ファンやけど、あずみのサインボール、え、買ってくださいぜひ。締め切りはね3月25ですね、締め切り3月25です。まだ日にちはある、締め切り3月25、日にちはまだありますので、今日ツイートした X のポストした X のところから Amazon でも注文できるし、多分ね店舗にも店頭にもね売っとると思う。これ広島でも、広島じゃないと売ってないかも。 Amazon だったら多分どこにいてもどこでも注文ポポッとできるので、ぜひ Amazon から注文してゲットして読んでください。結構面白かったこの本。ヌヌスクさんハートありがとう、マルシさんハートありがとう。そう、これは買ったらいい、ゲットして。あ、さっきあずみのポスト見たアマゾンで予約したよ、ありがとうございます、ありがとう、ゲットしてね。あ、大阪でも売ってる、本当よかった、ゲットしてくださいぜひ。こんばんは。え、ねえ、今日前髪切ろうかな、めっちゃ伸びた、見て、いや、
美容院行こうかな。断髪式しちゃおうかな。切ろうかな。明日お話変えるし。そうなんで、めっちゃ伸びたんよね。目の下まで伸びちゃった。軽く切ろうかな。ちょっと切ろう。今日ちょっと鏡じゃないの、ハサミ持ってこる。ちょっと待って。よいしょ。こいさんハートありがとう。プータさんぼんぼりありがとう。軽く切ろう。やっぱさ、分けスタイルがいいかな。あずみん、そう、長いでしょ。こうやってね、あの櫛で解いたらめっちゃ伸びてるんです。長くって長くって。分けスタイルで行こうかな。ちょっと髪切る。そう、レッスンとかもうほんと大変。大人っぽい感じだから分けスタイルあり。ここかな。うん、よいしょ。よいしょ、いけます。全然まだ切れるわ。めっちゃ長いな。めっちゃ伸びてる。よいしょ。でもちょっと巻いた時、巻いていい感じにしたいので。頑張れ。ありがとう、応援。切りすぎちゃった。こっち切りすぎちゃった。やばい、こっち切りすぎちゃった。めっちゃ
やばい、こっちもちょっと切らなきゃいけない。じゃあここめっちゃ切りすぎちゃった。めっちゃ切っちゃったよね今。短くなりそう。あ、でもいい、いいんじゃない？あ、いいんじゃない？いいんじゃない？修正した。できてる修正。うわ。なんかもうさ、今日さ、汗にまみれちゃったからさ、レッスンで。前髪が、束、めっちゃ束感、すごい束。やっぱ前が短くなると幼くなるね。真ん中長いね。ここもちょっと切ろうか。やっぱ前髪切ると幼くなる。うん、真ん中長い。真ん中が長いのか。ここが長いですね。いけるかな。ういっ、切れた今の。幼いよね、なんかね。え、もりもりさん、タワーありがとう。うわー、ひな祭りだありがとう、嬉しい、ありがとうね、タワーありがとう。じゃあ、はい、ありがとうの毛嘘です嘘です、ど、冗談です、これはありがとう、本当にありがとうございます。たまありがたま。うまく切れてる。もりもりさんに髪の毛プレゼント毛のプレゼントです。嘘です。あ、でもいいかも、今のでよくなったか。この毛をね、もう ここ切った方がいいんだよね。ここ切ろう。うん、良さそう。なんか良さそうじゃない？
良いと思う。こっちとこっちでちょっと違うんですよね、長さが。あ、一緒か、でも同じぐらいかな。うん、これお風呂入るとねまた変わるんですよね、前髪が。これで分けて、どうだ、じゃん、できたどうだどうだ、いい感じ？完成できた。いや、やっぱ腕上げてるわ。腕上げてますね、日に日に追うごとに。え、断髪配信するの私ぐらい。なんかもう高齢化しちゃった、断髪配信。みんなに見守ってもらうのが前髪みんなに見守ってもらうの。いや、そうなんよね、これね、お風呂入って朝起きて髪の毛巻いた時にどうなってるかが問題なんですよね。うまく綺麗になってたらいいな。はい、今日の毛、今日の毛の塊です、これが今日の毛の塊です。こんばんは。明日お話し会でお前になってても笑わないでくださいお前になってても笑わないでね、あずみの前髪指さして。かまちゃんかわいい、ありがとう。どこかな、ゆうじさんハート、ありがとう。こいさんかわいい、ありがとう。どこかな、ゆうじさん、コンペットありがとう。つーさんハート、ありがとう。りょうさんかわいい、ありがとう。あざみの髪の毛あげません、オークション始めないでください。あざみの髪の毛あげません。うさみっくさん尊い、ありがとう、ありがとう。かまちゃんハートありがとう。サミクさんかわいい、ありがとう。あと1秒だけ。こんばんは。え、ちょっとさ、匂わせてもいいですか。ちょっと匂わせて、みんな嗅ぐ準備できてる？ちょっと匂わせてもいいですか。嗅いでね、みんな、くんくん皆さんハートありがとうあのね、あの放課後音楽祭、18日の放課後音楽祭楽しみにしててくださいっていう匂わせ。なんで楽しみにしてるかっていうと、なんで楽しみにしててっていうかっていうと、それは詳しくは言えないけど、多分おってなって、おってなると思う。生で見れた方は、生で見れてよかったって多分思うと思うし、配信で見ててもおおってなる絶対。ついにハヤトスから歌うのかやばい、ついにハヤトさん参加あるかもよおおってなって、そう、現地でも嬉しいし、でもね、現地でも現地じゃなくても絶対にみんなおおってなって、うわってなって、うえってなるから、あの配信でも見てください。
うん、配信でも見てほしいし、現地来れそうだったら来てほしい。以上です。何をするかは内緒です。内緒です。やすしんさん、ぼんぼりありがとう。はやとさん歌っちゃうのやばい。そう、気になっ、楽しみにしててください。頑張る、あずみもちょっと頑張んなきゃいけない。でも頑張ります。あずみん、あずみん頑張ります。こんばんは。やっぱ遅くなくなる、遅なくなる、切ったら分けてても。いやでもなんかそんなハードル上げんでほしいかも。待って、ごめん、匂ってくださいとか言いながら、昇格、あ、昇格日の発表、いやちょっとハードル匂いすぎも注意って感じですね。匂ってくださいと言いながらも、匂いすぎないようにしてください。ちょっと匂いすぎ、ごめん、自分って会うと匂いすぎ注意、匂いすぎ注意です。うん、匂いすぎ注意。発表はされない、発表系じゃない、ただおーってなる、なるかなって感じ。多分みんな喜んでくれるかもってやつです。あずみんファン、切った前髪プレゼントって聞いてきましたって。どこでそんな情報流れてるんですか。メガバイトちゃんかわいい、ありがとう。 2.5 期のバスツアーでも発表される。いやそれはね、やりたい。それは企画してほしい。楽しそう、バスツアーやってみたいな。うん、さん、ググー、ありがとう。どれぐらいのおーってなる感じ。どうなんかな、おーって感じだ。あずみん単体、あずみん単体、うん、あずみん単体の話、おーってなるかも。うん、こんばんは。お、待ってるね、こんばんは。もうこれ以上やめとこうかな話すの。もうこれ以上やめとこうかな話すの。ちょっとみんなもうかがんでほしいかも。みょうこうちゃん、コンペイトありがとう。この辺にしとこう。え、放課後音楽祭だよ、放課後音楽祭。発表、発表じゃない、発表じゃない、発表じゃないですよ。何か発表、発表じゃない。うん、発表じゃないです。じゃなくて、多分でも喜んでくれそうってこと。みょうこちゃん結婚してありがとう。こいさん結婚してありがとう。でも最後だからね、次がもう今回っていうか放課後音楽祭さ、本当に最後だから。ぬしさん結婚してありがとう。そう、もう最後なのよ、最後っぽい感じの放課後音楽祭になりそうな感じですね。
15日の僕対公演最前列当たりました。あ、よかった、ありがとうね。見つけるまたあざみうちは、ありがとうね。あっという間だった。でも半年経ったからね、言うて10半年だ。でも半年だよね、10 11 12 10 11 12 1 2 3、うん、半年。あ、東京の音楽祭は出張音楽祭でもいいよね。自分音楽祭、放課後音楽祭自体はすごいいい企画、素敵な企画だなとも思うし、ST48 を一般の方にこう広めていく上でもやっぱりね、ちょっとでもなんか耳に入ってたら嬉しいじゃん、あれが。なんかあそこで最近歌ってる子たちいるけど、 ST48 っていうらしいよ。だけでも話題にななんか話題になったり記憶に残ったら、残るってすごい大事だから、ああやって一般の方の前で一般の方にこう届けれる機会が月にできるってできる、この放課後音楽祭の企画自体はね、続けていけれたらすごいいいなって思うけどね、どうなるんかなって思うし、なんか広島に限らずその瀬戸内、他の瀬戸内の県とかに行ってやってもやってみるのもありだなとも思うし、その東京もまで出張で行っちゃってやっちゃうのもありなんかなと思ったりもする。そう、まあコンセプト的には広島を盛り上げるって感じだけど、こんばんは。ね、せめてね、瀬戸内でもなんか広島を飛び出てなんかね、できたらいいしね、盛り上げていきたいですよね。確かに企画的には、個人的にはいい企画だと思います。放課後音楽祭好き、私も。ハヤトさん来るのかな、来るのかね。継続できたら素敵だよね。でもね、こんばんは。美観地区で歌って、え、歌いたい。美観地区行きたい、普通に行きたいです。お蕎麦食べたい、安住蕎麦。安住蕎麦結局食べ出てないんですよね。確かに全国回って広島してもらう、確かに。タンタンさんコンペイトありがとう。あやとさんの配信乗っ取りして、乗っ取るの乗っ取っちゃうの、やばい。ハヤトさん来てくれるのかな、どうなんだろう。最後だから来てくれそうな感じするけど、どうなんだろう。とりあえず他のね、瀬戸内での活動増やしたいですよねそれは私も思う、すごく。瀬戸内での活動をめちゃ増やしていきたいですよね。やっぱり主に広島メインだしね、公演も瀬戸内でのファン増やしていきたい。あ、ありがとう、アスリートマガジン読んでくれてありがとう。奈良西さんコンペイトありがとう。ライジングさんハートありがとう。新たなマーク得するためにもね、本当に
や、そうなんだよな。でも7周年でね、そう回れるから瀬戸内でも結構なんかキャパがどの県もすごい大きめのキャパ。だよね、7周年ツアー。てか7周年ツアーの詳細っていつ出るんかな。早めに出てくれなきゃみんなも予定立てれないですよね。いつ出るんじゃろ。うん、立ちだね、放課後文化祭は。オールスタンディング、え、人生ゲームの続きやりたい、ハヤトさんとあれ楽しかったよね。でもあそこで終わったけん多分面白かったのもある。うん、あの天と地になって、天と地のように私とハヤトさんが、人生ゲームの結果がように差がついてから、終わったから面白かったの、面白かったっちゃ面白かった、結末的に。でも最後までやりきりたいです。ハヤトさんとやったあの人生ゲームのやつ。こんばんは。ボールにサインって本当の野球ボール、そう本当の野球ボール、うん、にサインした、本物の野球ボールです。8番出口をまたやりたい。うん、瀬戸内と東京と俺の家での公演をやしてほしい超面白い俺の家俺の家も来てくれって俺の家公演が始まっちゃう、俺の家公演。ツアーは新生シティで頑張らんとね。ですね、本当に本当に新体制になるなるね、ツアーはね、頑張らんといけん。エスボーさんハートありがとう。みょうこうちゃんバラありがとう。確かに新メンバーだけど、ハートス関係なしに 2.5K で人生ゲーム配信する。え、確かにやりたい、ゲーム配信またやりたい。 2.5 でゲーム配信したいな。あと12と、12と15の僕の太陽公園の一般販売も今始まってるので、3月の12と15どっちも、3月はね僕隊どっちも出るから来てください。3月の12と15の僕隊来てください、ぜひ。持てるよ、申し込み始まった、今日の9時から見に来てください。ドンレミの9時の配信っていつになるんだろう。ドンレミの9時の配信ってなんだろう、あれかな、抽選。抽選はもうね、ショート動画上がってます、今ニューウェーブのところ。ちょっと明日 X ツイートしよう、ドンレミの抽選のあのコンプリートした方の抽選会をしたんですよ、みんなで。それの様子がショート動画載ってて、そう載ってる、うん載ってて、あの当選した方の名前もねショート動画で公開されてるので見てください。そうツアーね、全員かな、どうかな。そう抽選済みです。マンジャラモンタさん結婚してありがとう、ありがとう。12日の僕大公演は最前列の上手側です。お、見つけるね、ありがとう。上手か、こっちか、オッケー、見つける、ありがとう、ありがとう。見た、ショート、ありがとう。うん、15日は先輩ずらしてらせん言えるかな。ねえ、言い方じゃろひどい言い方ですよそれ、なんか
確かに後輩に囲まれるからな。いや自分一人しかいないんですよね 2.5 が。ちょっとドキドキしながらも頑張ってきます。15日はドキドキ。みょうこうちゃん歯車ありがとう、こんばんは。先輩方、いや3期に、いやほんまに、いやよくない。最近だってもうあずみはあれですよ、3期さんダメだ、先輩風も吹かせれない。そうですよ、ミョンとゴッティに、なんかあずみさんはすごいいいサイズ感ですねっつって抱きしめられながら今日レッスンで、いいサイズ感ですね、抱きしめやすいいいサイズ感ですねつって、それ何、私がチビってバカにしてる、違いますよって言ってるけど、いいサイズ感ですね、顎が置けますとか言ってる顎が置けていいサイズ感ですね本当に物はいいよ、本当だよ、相性がいいってことですよとか言ってたけど、本当に。ケイセティンさん歯車ありがとう。そうですよ、顎いや顎はいじってゴッティここに顎乗せてほらいいサイズ感ですひじってるマジで、もひじも置けますよとか言ってくるんですよ、本当に本当に。ゴッティね、ゴッティね、あいつはもうプラッシャーから私をいじってるからな、ゴッティ、あの人は。ゴッティ私もゴッティの、ゴッティの頭に顎置きたいな絶対に無理一生置けない、ゴッティの頭に顎を置きたい。こいさんハートありがとう。持ち運び便利って持ち運び便利って、そんな荷物みたいに人を、持ち運び便利じゃないもん。こんばんは。こんばんは。そうだよ、4年後私は2メートルになってるから。あ、ゴッティはイチゴです、北沢イチゴちゃん、イチゴ、イチゴのことごめん、ゴッティっていうあだ名で呼んでるの、イチゴのことです、イチゴッティなの。ケイセティンさん、だるまさんありがとう。レッスン上にあずみちゃんの踏み台用意するスタッフに言っときます。いらんでいい、いらんし、レッスン上に踏み台いらんし、踏み台なんか必要ないし、あずみ、あずみ必要ないもん、踏み台なんかいらんもん。そう、ミョンミョンはノーミョン、ミョンゴッティはツアーがね、ツアーが結構一緒だったんですよ、ゴッティもミョンも。だからそれでなんかすごいね、ツアーですごい仲良くなったというか、初日メンバーだったんかな、なった一緒にミョンもゴッティも。であだ名つけました、あのツアーの時にツアーの時にミョンって言うようになって、ミョンがイチゴッティイチゴッティ出てたの、イチゴのことだから、イチゴッティって、イチゴッティって長いなと思って、ゴッティって言うようになって、ずっとゴッティって呼んでます、ツアーから。ミョンとゴッティ、こんばんは。
そう、懐かしいね、ツアーが懐かしいね。サンキちゃんともあの時思うと仲良くなれたな、すごい。緑山さん、バラありがとう。ケイスティンさん、だるまさんありがとう。そう、アサミンに改名してないからね私。コールアサミンに統一じゃないですよ、アズミンです。誰もそんなこと言ってない。ねえねえ、アザミンでもなければコールはアザミンでもないし、言ってないです、そんなこと。統一してません。解明もしてません。アズミンです、私はアズミンだよ、アズミンだからね、アズミンだからね、アザミンじゃないからね。こんばんは。騎馬戦学生の頃やってた、めっちゃ好きだった騎馬戦。うん、あの時顎を蹴るなんて言ってなかったよな。本当だよゴッティ、あの時は顎なんて置いてこなかったのに。本当だよ。マッチさん、ハートありがとう。アズミンよ。統一してるって噂で聞いて、やかな？どこの噂なんそれ？どこの噂？アザミンって声聞こえるよ。ねえ、いつもアザミンって声、ねえ。アズミンよ。ねえ、ちょっと、おかしいおかしい。よくないよ、よくない。みんなよくないよ。よくないですよ、そういうの、本当に。本当によくない。もうアズミンだよ、みんな。アズミンですよ、アズミンだよ、アズミン。フリじゃないです、本当にアズミンです。ちゃんとアズミンって言ってください。アズミンって言ってください。フリじゃないです。バンジャラモンスターさん、ググありがとう。ゴッティちゃん、ジュルジュルジュル、ゴッティはジュルジュルさんじゃなくてジュミジュミさんだよ。アズミンのアジュミンでジュミジュミさん、こっちはジュミジュミさんっていう呼んで呼ばれてる。でも正直聞く、分かんない。アザミーンってアズミーンに聞こえてる。アザミーンって呼んでても嬉しそうだからね。よくない、私これノーマル、ノーマル。私ね、どんな時もねこの笑顔なんですよ。喜んでないから、嬉しそうじゃないです。りょうちゃんハートありがとう、ね、喜んでないから。どんな時も笑顔なんです。うん、そう、いや統一しなくていいです。ジュミジュミに統一をしなくていいです。アズミンです、アズミンです。アズミンって言ってください、ちゃんと大きな声でアズミンって、アズミンって言ってください。心の困りごと相談室さん、ハートありがとう。アズ変わる。全然違う、全然違います。アズミンです、アズミンって言ってよちゃんと。やだ、これフリだと思われる、フリじゃないから。分かった、真剣な顔してったらいいんだ私が。
真剣な顔になります。あ、ダメだ、真剣な顔。あずみんって言ってくださいダメだ、真剣な顔できない。あずみんって言ってください。あざみんじゃなくってあずみんって言ってください。にゃくちゃう。あずみん、あずみんだよ、わかった、あずみんですよ。フリじゃないから、フリじゃないからね、あずみんだよ、みんな、あずみんですよ、本当に本当にあずみんですよ。岡田あずみ、岡田あずみ、岡田あずみです、岡田あずみ、あずみんです。もう今度あざみん、あざみんマジで聞こえてきそう、マジで聞こえてきそう。次の公演あずみね、あずみんだよ、あずみん、ずね、ず、ちゃんとずって言うんだよ、ずって、ずって言うんだよ、ず。ほんと指導するよマジで。あずみんって言わせる練習するよ。うん、あずみんって言わせる練習しますよ、ほんとに。ひとりしかさん、ハートありがとう。あずあみそんなに言いたいの、あずあみってあずあみになってでも言いたいんですか何それ、どこまで言いたい、もうあずあみになってもうん、言いたすぎじゃろ、あずあみって。こいさん、ハートありがとう。カイトさん、ハート、あ、間違えた、クマちゃんありがとう。ほんもうじゃあ楽しみにしてます。12日だよね、最近あとキンキンの公演って、12日の公演楽しみにしてますよちゃんとあずみって聞こえてくるか楽しみにしてますので、会いに来てください一般販売中です、会いに来てください、あずみんって言いに来てください、12日、あずみんって言いに来てください、ちゃんとあずみんって言ってください、12日は。じゃあ壇上読みます。13位、ナラニシさんありがとう。12位、トワイライトさんありがとう。11位、MM ケチさんありがとう。10位、ケセティンさんありがとう。9位、プータさんありがとう。8位、ゲズモさんありがとう。7位、マーキュルありがとう。6位、ミャオコーちゃんありがとう。5位、ヌシーさんありがとう。4位、ディオさんありがとう。3位、クバネパパさんありがとう。2位、コイさんありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルバン、もりもりさん、ありがとうございました。前髪いい感じでしょ、明日お風呂入って明日巻いてみてどうなるか。ありがとうございました。じゃあ
ねえねえあずみんで終わります。明日はオンラインお話し会です。おしましもできるのでオンラインお話し会4時間目と5時間目お話来てくださる方待ってるね。楽しみに。3月のお話し会も残り少ないから話せるの楽しみにしてます。待ってるね。じゃあねえねえあずみんで終わりますせーのって言ったらねえねえあずみんって言ってください。いきます。せーの。なーにー、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみー。